こんにちは、ファイブスター子どもスクールの阿部です。本日の子育てのヒントは、多くのママがハマってしまう罠です。たくさんの子育て相談に載っている中で、よくいただく質問がほとんどが、やり方なんですね。やり方で、僕が一番得意なのがこのやり方の部分なんですよ。多くの育児書とか、そういうブログってこう考え方とか、気づきはもう、じゃあ具体的にどうすればいいのっていうのがないんですよね。運動は子供にいいんだよ、フラッシュカードはいいんだよ、じゃあ普段この忙しい時間でどうやってやればいいのか、やりやすいのかっていうのを書いてるものがないので、結構この部分が皆さんに評価をいただいている部分だと思ってるんですね。ただし、ここで実は一番大事なのは、やり方大事なんですけど、その前にちょっと待ってくださいと思うんですよね。これが一番大事です。何のためにってことなんですよね。何のために、ここを考えないと実はやり方って見えてこないんですよね。よく言うのが、小学校の親御さんとかだと、うちの子宿題やらないんですよと、宿題を。で、なんとか自分で宿題をやらせたいんですって言うんですけど、そのやり方どうすればいいですかとか、勉強に興味持つ方どうすればいいですかって言うんですけど、じゃあ何のために宿題をやらせたいかなんですよね。何のために、もしそれがテストで点を取りたいんだったら、別に宿題やんなくたってテストで点取ることってできるんですよ。やろうと思ったら。だし、自分で何かをこう習慣づけてほしい。本を読む習慣とか勉強をやる習慣、習慣をつけてほしいって言うんであれば、はっきり言って宿題やんなくても、じゃなくてもいいんですよね。他のものでも習慣力っていうのは身につけられるんですよ。そういう形で、何でもそうなんですけど、これ昔僕がジムのスポーツジムのインストラクターした時もそうなんですけど、ダイエットしたいって言っても、ここがはっきりとしてない人はやっぱうまくいかないんですよね。途中で辛くなってくるんで。何のために、しつけ、約束、宿題、運動、遊び、何でもいいんですけど、結構でも皆さんはこれを忘れて、もう目の前の問題でどうやったらこれが解決できるんだろうっていうところに行ってしまうんですね。で、僕もそうなりがちだから、すごい気持ち分かります。だけど大事なのは何のためになんで、逆に言うとこの何のためがはっきりしないと、やり方ってやっぱ変わってくるわけですよ。さっきの勉強の例もそうなってくるんですけどね。だから何か今解決したい、子育てとか人間関係、夫婦間の悩み、あと自分の問題を抱えてるんだれば、それ何のために解決して、どういうゴールをしっかりね、実現したいのか、それを考えていただくだけでも大きい発想の転換になってくると思います。実は全部自分でやんなくてよくて、プロにね、任せればよかったなんてことも結構あるんでね、ぜひ考えてみてください。やり方じゃないですよ。何のために、ここをはっきりさせていきましょう。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。